おはようございます。おはようございます。今日は何日ですか？3月27日です。今日は 何の日ですか？試合の日で。どこでやりますか？新宿明治で。はい。何試合ですか？2試合。今日は2試合ありますね。頑張ってね。いやいや、目標は勝つ。うん、そりゃそうだよ。前髪で距離を取りながら、うん、少年とかがだんだん見えて、うん、近づいてきたら膝、首相撲持ち込んできてたね。ジャブをいっぱい出してね、手数が少ないからいつも言われてるでしょ。ジャブ中心で左左に回りながら三角ね。三角分かってる、うん、はい。じゃあね、頑張って。はい。意気込みをどうぞ。ですね、皆さんもご存知の通り、大谷レフリーは世界中をこう飛び回ってるレフリーさんで、ワンチャンピオンシップとかもあって、それで、今回、大谷さん その海外の友達が戦争の被害に遭っているので、ちょっと今回、大谷さんの方から、みんなで義援金を集めないかということで、ぜひ今回ね、おわんで実はうちの朝日も決まってたんですけど、相手がロシア人だったんで、シンガポールに入国ができないということで試合が流れてしまったんですね。だからそういうふうにちょっと格闘技の方にも影響が出てきてますので、ちょっとここで一回小田井さんに変わりますので、皆さんこんにちは、大谷と申します。実はですね、今回、直接的には、ウクライナで僕たちのキックボクシングをやってる選手がですね、まずはその練習場所もなく、それから、本当に自分の生命も危ないというような状況で、生活をしてます。で、僕としてはその、日本にいるのでそのどうすることもできないのですが、今その選手がポーランドに、そのジムも僕の友達のところなんですが、ポーランドのジムに、避難をして練習をしているということなので、そこのポーランドのジムに直接募金の方を送って、生活費の足しにしたり、ゆくゆくはもうちょっと平和な時期が来たら、そのウクライナの選手を日本に呼んであげたいなと思ってますので、どこかですね、今日は世界チャンピオンのナダル君が募金箱を持ってですね、協力していただけるということなので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは誰かが入り口の方でこの箱を持っていますので、もしよかったら強制ではないです、気持ち程度皆さんでご協力できたら、ね、なんか格闘技を通して世界でみんなで、ね、やっていければいいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。すいません。Go!
ありがとうございました。ダーツもうすぐ試合ですね。緊張してますか？はい。頑張ってね。力まないでね。今回 KO 多いね。第12試合赤コーナー野中陸と青コーナー海ロビンスキーゾーン。ごめんごめんごめん。頑張って。キックが全然出てない。ミドルをもっと出して、あとしっかり投げる。しっかり投げる。ゆっくりしたらダメ。スッと投げるんですぐ。で蹴りを出せ蹴りを。蹴りが全然出てない。いきなりじゃないよ。パンチからキック、パンチからキック。今んとこ五分だよ。スマナー、スマナー。Yeah.
げるだけだよ。ジャンプからジャンプからジャンプから。手出せ海、手出せ、休むな休むな。おい、しっかりホールドして海。いや、蹴れ、ミドル、ミドル、ミドル。海蹴れ、よし。手出せ、手出せ、止まらない、止まらない。あ、いや、ミドル、海。このラウンドに決まるぞ、行け。行け、休むな、行け。海蹴れ。自分から倒れない、海。行け、蹴れ。行ける、行ける、まだ行ける。休まない、海、休まない。海休まない、蹴れ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 。試合終了。判定に入ります。判定3対0、赤コーナー野中力人選手の判定勝ちです。両選手退場。頑張れ。緊張してますよ、この笑顔でいけ、笑顔で。赤コーナーホームラン効果、両選手入場。リラックスして、ジャブからだよ、自分からだよ。もうすげえ上から飛びた。また出した、何出した。ラウンド1、自分からね、自分から。ジャブから、ジャブから。海待たない、待たない。しっかり掴んで、海待たない、待たない。まっすぐで待たない、まっすぐ行かない。はい、三角、三角。手数が足らないように、手数が少ない。蹴って蹴って蹴って、早く。蹴って蹴る、蹴りまでつなぐ、蹴る。待つな、海、時間がない。いけ、まっすぐ蹴れ蹴れ、早く蹴れ。蹴れ、海。ミドルにつなげ、早く。第1ラウンド終了。負ける気か、お前。押せ、押して蹴れ、早く。海、横にならない、横にならない。早く攻めろ、時間がない。時間ないぞ、海。おい、時間ないぞ、早く行け。まっすぐ行かない。
8対0、赤コーナー、大村高吾選手の判定勝ちです。シュート以上。ありがとうございました。第2試合、赤コーナー。